シカゴ、カブスの今永翔太投手のストレートが、メジャーで驚異的な成績を収めている。彼のストレート被打率は驚くべき 0.075、40打数3安打で、これは日本人先発投手としては前例のない数字だ。彼がストレートを投じる割合は6割以上にも上り、その速球がほとんど打たれていないのだ。今永投手のこのシーズン成績も目覚ましく、15回3分の1の投球で防御率は 0.0 を記録。この成績は、彼のストレートの効果的な使い方と、それを支える圧倒的な制球力によるものと言える。さらに、WBC で記録したスタッフプラス、球質の良さを表す指標は、全出場国の投手中1位という結果を残し、その圧倒的な球質が注目された。メジャーでも屈指の速球を持つ投手として、今永投手は早くもリーグの注目を集めている。今後の登板がさらに期待される中、彼のストレートは多くの打者にとって大きな脅威となるだろう。これはやべえ、化け物じゃん。去年の千賀12勝2点98、ハードル高いけどこれくらいやってくれそうな予感。ポチ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 。今永は通用しないって言ってたやつ息してるのかな。ハマスタより成績上げそうな今永先生。国際大会良かったとはいえ、ここまですごいのか。先発でストレート被打率 0.075 は化け物。ちょっとこれはとんでもないわな。ますますカブスを応援したくなってしまうわ。今永先生と聖夜の効果で。さすが今永や。横浜の誇り。今年はどこまで数字を残してくれるのか本当に楽しみや。防御率0キープしてんのやば。ドジャースのことばかりだけど、カブスももっと特集してほしいな。今永翔太今日も化け物で安心したわ。アメリカでも無双していて本当に良かったわ。今永翔太最強だな。防御率0はエグい。いい意味で横浜に戻ってこなくていいで、メジャーに骨を埋めてええわ。すごすぎて草。このまま昨シーズンの線が超える可能性すらある。俺たちの今永翔太最高やな。